まず最初にあるストリートビューをご覧いただきます。実は今見たストリートビューが国道174号の指定全区間なのです。どうしてこんな短い国道が指定されたか解説していきたいと思います。先ほどの国道は兵庫県神戸市にあります。この地図は国道174号の指定全区間を示したものです。なんとその全長は 0.1874km、 つまり 187.4m です。200m 走のトラックの長さ分もないと考えると非常に短く感じます。こちらは国道174号の基本情報です。日本で最も短い国道となっています。この全長200メートルにも満たない国道174号、なぜこんな短い国道が指定されたのでしょうか。次の章でその理由を見ていきます。第1章、道路法から国道指定を見る。国道174号の指定理由を探るにあたって、国道がどのように制定されるかを見ていきましょう。もちろん国道はその時の総理や大臣の気分で決まっているわけではありません。国道はその名の通り国の道、国が定めるならその根拠となる法律があるはずです。実はその通りで、国道の指定基準を細かく定めた法律が存在します。それが道路法です。道路法全般の解説に関してはまた違う動画で行うとして、道路法の中でも国道の指定条件について書かれているのが道路法第5条です。その第5条を見ていきましょう。これが国道選定基準を定めている道路法第5条第1項です。1号から4号に書かれている基準に当てはまる道路であれば国道として指定することができます。例えば1号には国道を縦断し横断しまたは循環して都道府県庁所在地、その他政治上経済上または文化上特に重要な都市を連絡する道路。この条文は改正前の道路法で一級国道を規定していた条文と酷似しています。つまりこの条文によって規定される道路は旧一級国道のことです。同じように次は4号に着目してください。4号にはこう書かれてあります。港湾法第2条第2項に規定する国際戦略港湾、もしくは国際拠点港湾、もしくは同法附則第2項に規定する港湾、重要な飛行場または国際観光上重要な地と高速自動車国道または第1号に規定する国道と連絡する道路。この条文は改正前の道路法で定められていた2級国道の3つ目の条件と非常に酷似しています。次に現道路法第5条1項4号についてさらに深掘りしていきます。この条文で規定されている港湾とはどのような港湾なのでしょうか。そこを読み解く上で重要なキーワードが赤字で示した国際戦略港湾、国際拠点港湾、同法附則第2項に規定する港湾、重要な飛行場の4つです。具体的にどのようなものが指定されているか見ていきましょう。これが国際戦略港湾、国際拠点港湾、同法附則第2項に規定する港湾のリストです。具体的に指定されている港湾の名前を見ればわかる通り、国際戦略港湾は東京港や大阪港などの日本において非常に重要な位置づけの港湾5港、国際拠点港湾は名古屋港や博多港といった国際戦略港湾に次いで重要性の高い港湾18港、そして同法附則第2項に規定する港湾として過去軍港として活躍した港を中心に5港が指定されています。また重要な空港は旧空港整備法第1種空港に指定された5つの空港を指します。
例えば羽田空港や伊丹空港が該当します。次に第1号に規定する国道とはどういった国道なのか見ていきましょう。赤字が第1号に規定する道路です。そう、これ先ほど触れましたよね。現道路法第5条1項1号に書かれている条文が一級国道を定めた旧道路法第5条の条文と酷似していること。つまり第1号に規定する国道は1965年改正以前の道路法で定められた一級国道とほぼ同じということができます。これまで見てきた道路法第5条1項4号に書かれている港湾法第2条第2項に規定する国際戦略港湾、もしくは国際拠点港湾、もしくは同法附則第2項に規定する港湾、重要な飛行場または国際観光場重要な地と国際自動車国道または第1号に規定する国道とを連絡する道路。つまりこれは一部例外もありますが、簡単に要約すると重要な港湾と一級国道を結ぶ道路は国道と指定してよいと解釈することができます。この条文によって指定されている国道を通称港国道と言います。それでは話を本題に戻し、今まで見てきた国道の指定条件を踏まえ国道174号を再度見ていきましょう。第2章、国道174号の根拠。もう一度確認しますが、第1章で話した港国道の選定基準は、簡単に言えば一級国道と重要港湾や空港を結ぶ道路は国道と指定してよいということです。この条文を踏まえて国道174号の地図を再度見てみましょう。これが先ほども見た国道174号の地図です。もしかしたら神戸市にお住まいの視聴者さんなら分かっていたかもしれませんが、この国道174号、国道2号と神戸港を結んでいるのです。つまり一級国道である国道2号と国際戦略港湾である神戸港を結ぶ国道174号は道路法第5条1項4号に定める国道指定条件を満たしています。そう、国道174号は港国道だったのです。日本一短い国道174号、それは道路法5条1項4号に基づき一級国道国道2号と国際戦略港湾神戸港を結ぶ国道として指定されたゆえ誕生したのです。実は港国道は国道174号だけではありません。港国道は国道174号を含めて合計15本もあります。その15本をすべて見ていきましょう。第3章、港国道15本一挙紹介。紹介に入る前にどういった港湾に港国道が指定されているか見ていきましょう。オレンジ色で示した港湾が港国道がある港湾です。まず国際戦略港湾、東京港、横浜港、川崎港、大阪港、神戸港、前後港に港国道が存在します。次に国際拠点港湾18港中、清水港、名古屋港、四日市港、門司港、以上4港に港国道が存在します。次に同法附則第2項に規定する港湾5港中、舞鶴港に港国道が存在します。次に空港です。羽田空港、成田空港、関西空港の3空港に港国道が存在します。次に空港の例外として岩国飛行場、那覇空港に港国道が存在します。それではこの15港を結ぶ港国道15本を見ていきましょう。国道130号は東京港と国道15号を結ぶ全長 0.5 キロの国道です。国道131号は東京国際空港と国道15号を結ぶ全長 3.6 キロの国道です。国道132号は川崎港と国道15号を結ぶ全長 4.6 キロの国道です。国道133号は横浜港と国道16号を結ぶ
全長 1.4 キロの国道です。国道149号は清水港と国道1号を結ぶ全長 2.6 キロの国道です。国道154号は名古屋港と国道1号を結ぶ全長4キロの国道です。国道164号は四日市港と国道1号を結ぶ全長3キロの国道です。国道172号は大阪港と国道25号を結ぶ全長 7.9 キロの国道です。国道174号は神戸港と国道2号を結ぶ全長 0.1871km の国道です。国道177号は舞鶴港と国道27号を結ぶ全長 0.7km の国道です。国道189号は岩国飛行場と国道2号を結ぶ全長 0.4km の国道です。国道198号は門司港と国道3号を結ぶ全長 0.6km の国道です。国道295号は成田国際空港と国道51号を結ぶ全長 5.7km の国道です。国道332号は那覇空港と国道58号を結ぶ全長 3km の国道です。国道481号は関西国際空港と関西空港自動車道を結ぶ全長 10.4km の国道です。以上が全港国道15本となります。いかがでしたか？短い国道も短いなりにきちんと役目を果たしていたのです。今は空輸が発達しましたが、昔は海運の時代、港国道を制定する重要性は高かったのでしょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いします。